こんにちは新しい友達。NHK 連続テレビ小説「エール」が11月27日、異例のコンサートという形で最終回を迎えた。新型コロナウイルス感染症拡大による、同枠初の長期放送休止もあったが、多くのファンに熱く支持された。エールは、脇役も魅力的で、久保田正孝30に演じる主人公、古山雄一の銀行員時代の同僚で、その後、恩師東堂先生と結婚する。 菊池雅子役も印象的だった。演じたのは女優堀内恵子さん49。堀内さんの素顔はどんな人なのか東京恵比寿の所属事務所で堀内さんに聞いた。仕事のオファーが絶えないのは事務所のおかげ。NHK 連続テレビ小説「エール」が11月27日、異例のコンサートという形で最終回を迎えた。 新型コロナウイルス感染症拡大による、同枠初の長期放送休止もあったが、多くのファンに熱く支持された。エールは、脇役も魅力的だったか、サコタ・30に演じる主人公、古山雄一の銀行員時代の同僚で、その後、恩師・東道先生と結婚する、菊池雅子役も印象的だった。演じたのは、女優、堀内恵子さん49。堀内さんの素顔は、どんな人なのか。東京エイビスの所属事務所で、 堀内さんに聞いた。堀内さんが演じた菊池雅子は離婚歴3回という大胆で奔放な経歴だが堀内さんが演じるとコミカルでちょっとセクシーとても可愛い女性だ。雄一の銀行員時代が終わったら出番も終わりかなと思ったら東々先生と結婚することになりまた出番をいただけました。でも銀行員時代の雅子は20代という設定だったので私が演じていいのかなと笑い。 若い時から動顔と言われていましたけど、だんだんと年相応になってきたと思うので、非常に若く見えるが49歳。芸歴29年のベテランだ。エールでの,での公の演で注目度が上昇し、歌番組、歌コンや情報番組、朝一、共に NHK など多番組から次々と声がかかっている。NHK の朝ドラは多くの方に見られているので、家族や親戚がすごく喜んで、業界の方からも見たよ。 よかったよと言っていただきました。コロナで多くの演者が厳しい状況の中、お仕事をやらせていただけて、本当にありがたいなと思っています。オファーが絶えない秘密は、どこにあるのだろうか。仕事を取ってきてくれる事務所のおかげです。本当に笑いもし、自分の力もあるとしたら、いろんな役を演じられることが、強みかもしれません。役をやり好みせず、たくさん出なくても、あんまりセリフがなくてもいいと思っているので、隙間に入っていけるんです、笑い。 母の影響で、高校卒業後に劇団四季へ。演技だけでなく、歌番組でも実力を発揮できるのは、ミュージカルの劇団四季、出身ゆえ、舞台で本格的に芝居や、歌の実力を磨いてきた。高校卒業後に劇団四季付属研究所に入ったのが、芸能界入りのきっかけだ。舞台好きの母の影響です。7歳からクラシックバレエをやっていたんですけど、小学校6年生の時、劇団四季のキャッツを見に連れていってもらって、 こんなすごい世界があるんだ、と思いましたね。それから、日清名作劇場、小学生向けミュージカルや、ミュージカル、アニーにも感激に連れて行ってもらいました。高校も母の勧めで演劇家に進み、劇団式に入って、いつの間にかここまで来ていた、という感じです。子どもの頃は、デパートの定員になるのが、夢だったという。三人兄弟の末っ子なので、お洋服やランドセル、机とかお下がりばっかりだったんです。 それで、きらびやかな場所で、新しいものに囲まれて生きていきたいって憧れました。笑い。三人兄弟で、兄は十一歳年上、姉は九歳年上。可愛がられて育ったに違いない。祖父母も一緒に住む賑やかな大家族も、家で、みんな年上だったので、みんなが私の親みたいに構ってくれました。笑い。特に、母は、美味しい手作りの食事をいつも用意してくれました。まだ、ピザが、それほど一般的ではなかった時代に。 ピザを生地から手作りしアイスもケーキも手作りしてくれましたお米が大好きで糖質制限はしない母親の手作り料理の影響は大きく今の堀内さんの美容と健康の源となった食べることに貪欲になりました笑いこの時期でしたら季節を感じるサンマをいただいたり時間があるときは餃子を皮から作ったりパンやピザもケーキも手作りしたり手作りした方が美味しいのは もちろんですが料理の時は雑念がなくなってストレス発散にもなるんですお米が大好きで最近流行の糖質制限はしない肌だ自分の場合はご飯などの糖質を食べないと代謝が悪くなって肌や髪の毛のツヤがなくなってしまって体質には合わないと思っていてだったものをパンもちゃんと食べます食事制限はむやみにせずに好きなものを食べるそれが私の美容と健康の秘訣秘とです。堀内のんの真っ白です 綺麗な肌には説得力があるもともと肌がすごく丈夫で、舞台でいろんな色の動乱を塗っても、荒れたことがないんです。もちろん日焼け止めは、毎日朝から塗っていますし、よく睡眠をとるように心がけてもいますよ。子育ては仕事より、大変だが充実している。プライベートでは、一時の母、42歳と遅い出産だったため、来年、小学校に上がる息子の子育て真っ最中だ。 子供は思い通りにならないので、お仕事より子育ての方が大変ですね。最近は私が出演しているドラマを一緒に見るようになりました。混乱するといけないので、ママはいろんな役をやるので、テレビでは殺されたり、病気で死んだり、いろいろあるんだよって説明しています。笑い。どこまで理解しているかわかりませんけど、エールで私が、東道戦。 東道先生の子供を妊娠して大きなお腹になっているのを見たときは、あれはママ、嘘だよねってしさり顔で指摘していました笑い。子育ては大変でも、やはり子供は可愛いのだ。家庭生活は楽しく充実しているという。家族でキャンプに行くのが今の我が家の楽しみなんです。私、虫が苦手で最初は楽しめるかなーって心配で子供のためだと思い切って行ったんですけど、実際に行ってみたら、キャンプ場って想像していたよりとても綺麗で、 トイレも温水洗浄便座のキャンプ場もあって、快適でした笑い。自然の中でテントを立てて、ご飯を作って、食べて、寝て、また片付ける。という一連の生きる根本の行為に、自分自身がすごく癒されるんです。家庭生活については、ノーストレスと言うから驚く。忙しすぎてストレスだなと感じる暇さえないのかもしれませんが、子育てできるのも今のうちですよね。あと何年かしたら、うざいとか言われて、寂しくなるのかなーって。 私は公正経験も大事にしたい。演じることは人の生活や一生を表現する仕事を長く演じていきたいので人生経験は決して無駄にはならないと思うんです。午前2時に起きてお弁当作りやセリフの練習をしている。家庭と仕事の両立はどうか難しいですね。独身時代はお風呂でセリフの練習をし、撮影前日は全く外出せずにお仕事に備えていました。 演じる役柄にどっぷり浸って、私生活も影響を受ける方だったんです。でも、今は一人で、お風呂に入れませんし、撮影前日だって、外出しないわけにはいかない。私生活に仕事を持ち込まないようになりました。独身時代のように100、100%仕事に打ち込めないことは、ストレスだという。夜8から9時に、子供と一旦一緒に寝て、午前2時頃に起きて、翌日の子供のお弁当の準備をしたり、 台本を読んで、セリフを覚えたり、練習をしたりしています。子供がもっと小さい日は、眠っている子供が目を覚まさないように、あらかじめレコーダーに吹き込んでおいたセリフを、イヤホンで聞きながら、お料理やお皿洗いをしていたので、ずいぶん楽になりましたけどね。仕事で帰りが遅くなるときは、シッターさんの手を借りている。母が86歳と、高齢なので、場合によっては、シッターさんにサポートをお願いしています。子育てしながら仕事をしようと思ったら、 どうしても助けが必要。頑張りすぎず、できないときはできないと言っちゃっていいんじゃないかな。事務所にもサポートしてもらえるように、ちゃんと私の状況や体調を伝えるようにしています。女優という華やかな仕事をしている堀内さんだが、仕事を持つ多くの女性と、同じ悩みを抱えつつ、日々奮闘している。これからも長く活躍してほしい。堀内恵子堀内恵子1971年5月27日、東京府中市生まれ。 90年、関東国際高校演劇科を卒業し、劇団式附属研究所入賞。90年、ミュージカルリコー入91年、ミュージカルリコーランで初舞台。美女と野獣のヒロインベル役などで活躍し、99年、退団その後は、映画ザウ頂点ホテル。東宝やドラマ、ショムに2013。富士テレビで活躍するほか、舞台コンフィダント絆。恐れを知らぬ、川上音次郎一座で。 第33回、菊田和夫演劇賞、コンピュダント絆で、第15回、読売演劇大賞優秀女優賞受賞。20年4月スタートの NHK 連続テレビ小説、エールで公演。21年1月15日31日、東京芸術劇場プレイハウス。東京豊島区のミュージカルパレードで、石丸幹二と主演する。私生活では13年に、 次のオーディオビデオでお会いしましょう。